これもね、なんかね、確かコナミのゲームだったと思うんですよね。オリエンタルレジェンド。見てみます。あー、そうか。ボタン間違えたら戻るんですよ、これね。見れなかったな、会社。あ、ファイナルファイトみたいな感じのゲームだ。リセット。あれ？リセット。違うか、これと。あー、これ違うやん。これまた違うゲームやん、お前。今のアウトボクシーズやん。あ、全然コナミじゃないやん。ちょっとタイトル勘違いしたね。とりあえずこれはちょっと今日ね、やる予定ないんで。これさっきのこれやってみましょうか。オリエンタルレジェンドね。なかなか面白そうだったんでね。これ完全に最勇気やね。まあ残り録画時間があと5分6分ぐらいかな。うん、その間だけこれプレイする感じで。ね、こいつ。なんか知らんけど、最初からめちゃむずいやん、これ。電撃攻撃が半端ないやん。めちゃくちゃ難しいやん、これ、いきなり最初から。何や、この電撃攻撃は。って感じやな。爽快感ありますよね。場所戦や、場所戦。
これか。これ主人公やな。なんか三国志みたいな感じだな。天地を食らうみたいになってきたな。あ、鬼や。女の子よりはこれの方が絶対強いよな。早っ。あ、これが孫悟空か。そうか、さっきのは孫悟空じゃなかったな。あ、そりゃそうやな、違うよな。かっこいい孫悟空やな、これ。如意棒。倒した。一面のボスっぽいね、今。如意棒なくなってもうたよ、消えてもうたかな。はい、じゃあそろそろね、これで終わりにさせていただきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。もしよかったら YouTube もしくはニコニコ動画のチャンネル登録をお願いいたします。